私はですね、10時から10時45分、ちょっと待って、ずっとだずっとだ、なんか大西があのね、ショールームイベント始まる前に来てたリハスケがあって、そうリハーサルのスケジュールがあって、その時のスケジュールであのカラオケルームを予約してたんですよ、あのレッスン場にある。でそこで配信しようと思ってたけど、まあそれから結構まあ日が経ってるから、いろいろ変更とかも出てくるのよ、リハーサルで。リハーサルのあれがだいぶ変わってて、お昼に一回できそうだったんですけど、レッスン場行っちゃうと大西ね、そっから夜まで続いてるわ。だからお昼がこれ結局カラオケルーム撮ってたけどできないから、6時半夕方のね、5時からね8時まで一応カラオケルーム撮ってあるんですよ。で結局6時半に押さなければ弁当食べられないのって、あれ確かに、あでも30分ね、とか他のメンバーが曲やってる時にピピってご飯を食べれるんですよ。あでもお昼はね多分ねできなそうだな。本当だね、だいぶ変更になってるわ。だから夜だから、でもみんな聞いて、最後できるから朝するじゃん、朝するじゃん、夜できるのが本当にこの通りに終わればだけど、まあ、6時半1回までぶっ続けてやるじゃん、11時ぐらいからで6時半終わって、そっから7時59分ラスト1時間半できると見て、朝どっかで1時間半をやりたいって感じ、今の希望的に、希望的フレイ。あでも夜ね、ちょっと頑張って押さないようにするわ。まあ、大西だけの問題じゃないんだけどさ、いつもの感じから押す可能性は、いやうん、いや押さへん、いやうんうん、なんとも言えない、なんとも言えないんだけれども、なんか早く終わるときはほんと早く終わるんですけど、やっぱ時間かけるときもあるので、とか単純に時間かかっちゃう時もあるから、まあ押したとしても30分とか押さへんとも15分20分、押して20分とか、
まあ、多分幼いと思う。幼い多分、うん、絶対幼い巻く巻いたとしても、じゃあ6時半一回6時半から入れてみるか、夜。どう？一回夜できた方がいいもんね。だから一回巻くことを祈って、あのリハーサルがね、6時半、夜の18時半からあのラストまで一旦入れてみよう。そうね、1時間、まあそうね、やってみようそうしよう。ヒーがそれは難しいって言ってたけど大丈夫って。え、あ、でもね、もしヒーちゃんとね明日スケジュール違うからね、多分ヒーちゃんも、あ、そういうこと？難しいの。もうね、でもほんと今みんなね、バタ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 、エイトの夏って感じだね。いいね、楽しい。そうそうそう、でやっといて、だから残り1時間半を朝の5時からじゃないよあの、だって朝の5時から何時までに1時間半をやろうかしらっていうお話になってしまうから、ちょっと待ってね。明日のおでん、あれをね、移動時間とかをねちゃんと調べて、そうね、じゃあはい、朝の5時から10時までのどっかで1時間半を消費しとうございます何かいい案はもしありましたら。まあでもさあ、やっぱ小刻みにさあ、ね、最後だからするか、それか逆に最後だからちょっと長めにやるか。30分を3回やな、せやな、そうするかそうするか、30分を3回にするか、そうするか、そうしようだから10時に終わる感じ。まあでもさ、一番やりたいのはさ、7時から7時半とかやりたくない？ねえ、それか7時半から8時、どっちか30分やりたいな。7時半から8時、忙しいかみんな。いや、その前も忙しいかもしれない。忙しいな。7時、どっちにしようかな。じゃあこっちが7時から7時半、こっちが7時半から8時。あ、ちょっと待って、どちらにしようかなで決めようと思ってたけど、5時半から6時、7時半から8時、9時半から10時。あ、それいいんじゃないなんか、あ、バランス良さそうじゃない？
え、今コメントにあったの、そう。お、そうしよう。で、30分を3回でなら、なんかちょっといい感じに等間隔空いてるよね、それ。待って。5時30分、あ、いいじゃん、5時半からちょうどできるじゃんね。6時00、うん、7時、ちょっと待ってね、一旦書いてみるね。7時30分から8時00分で、9時半から8時30分から10時00分。あ、どうですか？お、じゃあ一回読んでみるよ。朝の5時30分から6時までの30分、で次が7時30分から8時、朝の続きましても朝の9時30分から10時で、だいぶ空いて夜の18時半からラスト。これはね、まあ、あの今あのコメントで書いてくださった、その5時半から6時、7時半から8時、9時半から10時っていう、これのね間がね1時間30分なので、あの皆さんがね、あの一生懸命頑張ってくださる、あの3周投げとかはもしあのねちょっと難しゅうござい、まあ難しいから、でも本当にあのなんだろう、うん、もうあの無理のない程度で本当に楽しくできたらいいなって思っているので、よかったらぜひぜひ。明日ラストなんでね、なんだろう、ちょっとまあラスト最終日楽しんでいけたらいいなというふうに思っております。うん、ありがとう本当に。というわけでちょっと明日はこんな感じの、またあの配信が終わったらツイッターに載せるので、ぜひぜひ明日も応援よろしくお願いします。いやね、なんだろう、なんかさ、また喋っちゃうんだけどさ、こう今回ショールームイベントさ2週間あったじゃないですか。でまあほんとその間他のみんなメンバーたちが頑張ってるのも見てたし、うん、だからそう毎日ランキングとかもみんなすごいなとかツイッターとか見て、みんな早起きして、あ、みんな頑張ってるなっていうのを見てて、で私は今回10日間このショールームイベントに参加することが、あのね、あのお休みをさせていただいちゃったのでっていう結果になってしまったから、
だからまあ最初から順位は関係なく楽しんでいきましょうっていう風に、あの最初このイベントを始めるときに楽しもうねっていう感じで始めさせていただいたんですけど、だから今本当にありがたいことに10日間お休みしても皆様のおかげでずっとあのランキングに表示される位置に今入れているので、だからまあこのね最終日2日間でちょっとねまだチロッと出てきたあれだけど、だからね単純にどこまで行けたらいけるのかなっていう、なんかそう順位関係ないけどねっていう感じで、なんか最後までしっかりやったんでっていう感じの心持ちでいきたいなっていう風に思っているので、絶対にももちゃんは8位以内にみたいなっていう感じで無理を皆さんがしてしまうのは、まあ、このイベント自体はさ、なんだろう、ほんと難しい、言葉が難しくなっちゃうけど、やっぱ大変なイベントじゃないですか。でもなるべくなんかどこまでみんなでいけるんだろうねみたいな、なんか楽しもうねっていうなんか感じで、みんなで行けたらいいなっていうふうに思っているので、そんな感じで本当今日と明日で終わってしまうんですけれども、なのでそんな感じで楽しく最後までいたいなと思ってます。って感じです。難しい、ほんと言葉難しい、言葉って難しい、あほんと難しい、言いたいことがこうさ、お店のこの語彙力によってさ伝わらない、伝えたいけどなんかうまく伝わらない、申し訳ない、うん、なんかねちょっとでもなんか変な風に伝わってると嫌だなって思っちゃうけど、でも伝えたいからなんか言っちゃう、うん、難しい、おエスバー飲むか、今まで筋トレに使ってたおぷい、うつそう、大西が振りまくってた OS は飲むわ、わっ、おいしいあ、おいしい、あ、おいしい、久しぶりに飲んだ、最初らへんずっと飲んでたんですよ、おいしいの、おいしいおいしい、おいしい、おいしい、おいしいよ、
美味しい。美味しい美味しい、めっちゃ美味しい。歯美味しい。歯美味しいわ。大事だから。みんな水分補給大事だから。みんな飲みな。みんな飲みな。美味しいよ。美味しい美味しい。美味しい。みんな飲みな。むせた。でもね。って変なとこ入った。おにしね、普通に好きなんですよね、OS1。単純に。そう。なんかさほど甘くないじゃない。なんか。そう。なんだろう。もし、そう。なんだろうね、甘すぎると飲めないから、なんかあのこういう、なんだろう、こういう感じのやつって、そうそう、だからね普通に好きなんですよね。ジュースとして甘買わへんけどさ、風の時に飲んだら美味しいよね。確かに体調悪い時の OS1 ってめっちゃ美味しく感じるよね。うん。甘くなくていいってこと？そうね、あんまり甘くない方がおにしはこういう、なんていうの、ジュースって感じじゃないじゃんこれって。味はついてるけどさって感じだから、おにしはなんかあんま甘い認識を持ってないのよ、そういうのに対して。だからまあこれは甘くなくて結構好きだよ。でも新しい味あるね。おにしもあの今回知った、緑のやつあるやろ、アップル、グリーンアップルみたいな、これのねあるんですよ、緑のやつ。あれ美味しかった、普通に。そう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 、そうなの、緑のやつあった、普通に美味しかった。あれ、それ買うならポカリでいいやって思っちゃう。ポカリも美味しいよね。ポカリでも美味しい。ちょっと甘い、甘いのよね。まあ甘くていいんやろうけどさ、まあでも結果的にあんまり飲まないよね、そのポカリ、アクエリ、OS1。まあ体調が悪い時にね、まあでも体調が悪くなくてもね、最近暑いから飲んだ方がいいんだよね、こういうのって。脱水症状とかさなっちゃうからね。アクエリアス派だっけって。ポカリとアクエリやったらアクエリで、ポカリもさ美味しいのよね、まあ、結果的にさ全部美味しいんだけどさ。そう、グリーンだからって、グリーンだからも好き。うん、あんま飲まへんけどね、なんか全体的にそっち系の飲み物。ジュースで飲むなら最近何飲むんだろう、おにし。ねえ、今さ、もう、せつさ、これ、こっち、これ食べたい。まあ、斜め下見たらあったわ、これ。忘れてた。で、3時間経つの早くない？そういえば遊んでないじゃん。一回休憩して、さ。
明日の朝一寝起きでパズルする普通にパズルしたかったな。でもパズルみんなから見えないんだよね。でもこれもしたいのいっぱいあるな実はさ。でもマジでさお祭りはしたかった。祭りしようねこの夏。うわ、あんま匂い知ってる。これなんか最近さ TikTok でさ地球グミって流行ってるの知ってます？最近じゃないか、ちょっと前か、なんかあるのよ。でこれお西あの買いに行った時にさ、その地球グミのなんかモモバージョンみたいな見っけてね、それを買ったの。だって ASMR 知ってるかいみんな。え、ねえやろうよ ASMR。 これ充電大丈夫やんな。あ、ちょっと待って、寝る前の ASMR いいんじゃない。みなさんこんばんは。エキミフォーテッドチーム8奈良県代表チーム K 県人の大西桃香です。みなさんこじってる。何が AMSR？ え、あ、え、 AMSR じゃないの？ ASMR？ あ、え、これ間違ってるの？西 AMSR じゃないの？あ、単純に違うのこれ。 AS、 あ、 ASMR？ これ何の略な？これごじってるとかじゃない、間違ってる方にし認識を。 ASMR っていうの？え、これはこれは合ってる？ ASMR ですか？あ、これで合ってる。あ、そうなの？あ、え、なになに、難しい。みんなすごく長文送ってくれてるね。アウトノーモーセンソリーメリディアンレスポンだね。あ、うん、はレスポンリスポーン、リスポーン、いやいや。ということで、ハッシュタグ、カリニシによる ASMR やっていきたいと思います。本日いただくのは、こちらです。フルーティーグミ。本日いただくのはフルーティーグミです。フルーティーグミフルーティーグミグミフルーティーグミー、かわいかわいくないのか。グミー、フルーティーグミーです。好き、これグミーって楽しいね。あ、あのこちらですね、あの
匂いする。あれみたい。ピンキー。ピンキーって知ってる？昔さ、あったさ、桃とかのお猿さんの書いたミンティアみたいな。ピンキーって知ってる？ピンキーの匂いがする。めっちゃピンキー。え、めっちゃ懐かしくない？え、今ピンキーって売ってるの？え、めっちゃ好きやった、おにし。めっちゃピンキー。ちょっとみんなもこれ嗅いだら思い出すから、ちょっとドンキ行って買ってみて。あ、じゃあちょっといただきます。これもこのままいっていい？いただきます。うんうんうん、あれでも みんなね、みんな地球グミでね、そう、あの ASMR やってたんだよ、やってたんだよ、みんな TikTok でみんなやってた。あれグミじゃなかったグミじゃなかった、グミ、おにしが知ってるグミじゃなかった。なんかお餅、お餅、お餅の中に、でも中に液体みたいなちょっとトロトロしたやつ入ってて、そう、もちーって感じ、グミーじゃない、もちーって感じ。なんかこれならさ、もにし普通に買ったうまい棒とかの方がさ ASMR 向いてそう。でももうこんな時間あんま食べたくない、今この時間にせっかく痩せたから。半分食べるか、変更。皆さん、彼に死による ASMR 続きまして
な感じなのって、 ASMR ってこんな感じじゃないの？おんじのイメージ、あのイメージでやってます。あ、違う、こんな感じじゃないの？ ASMR って何？あ、赤。皆さんは ASMR じゃないや皆さんはうまい棒なら何味がお好きですか？おにしは みんな厳しい的確なダメ出しをどのぐらい、このぐらいですか皆さん？もうなんかいっぱい ごちそうさまでした待って難しくない？今これさ、おにしがさ、みんなにさ、どんな風に聞こえてるか分からへんからさ、すっごいシュールやねんけど、自分ではすっごいね、うまく聞こえてるのよこれ、今みんなにはどう聞こえてたんだろう。聞こえなかった？なんなら、あ、飲む音いいやって。あ、待って、でももう時間ないよね。気をつけなきゃ。ちょっと待って、これ喉元にさ近づけたらいいの？飲む音って。いくで。いい感じ？あ、あ、そう、すごい。ごめん、大きい声です。すごい。あったじゃん。ちょっと待って、もう一回うまい棒。ちょっと待って。あと2分したらちょっと、読むね。大丈夫。待って、行くで。行くで。どう？いける？待って、いける。大西 ASMR の人になれる？ここだ。
ありがとう。みんなが愛のある指摘をたくさんしてくれたから大西はここまで成長することができました。本当に立派な ASMR 職人に育て上げてくれて本当にありがとうっていうのをやってるうちにもうあと3分になってしまったので、あのランキングの方は呼んでいかせていただきたいと思います。いきますよ、1マイナスケさんありがとうありがとうございます。イエイ。見てちょっと待ってなんかいろいろへばり大丈夫そう。もう一回いくよ。1マイナスケさんありがとうございます。イエイ。そして2位がハギハギアットマークおーちゃん大好きさんありがとうございます。イエイ。そして3位がテチテチアットマークおにしぐんおかえりラチ全力さんありがとうございます。イエイ。そして4位がのじさんありがとうございます。イエイ。そして5位がラムチェさんありがとうございます。イエイ。そして6位がアタックケンさんありがとうございます。イエイ。そして7位がとちたろう丸エンゼルランドインゼリーさんありがとうございます。イエイ。そして8位がケンタアットマークこぶたちゃんありがとうございます。イエイ。そして、9位が KITT さんありがとうございます。イエイ。そして、10位がエイトさんありがとうございます。イエイ。そして、11位がひろかしさんひろかしんさんありがとうございます。イエイ。そして12位がコタンさんありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位が萌えちゃんありがとうございました。イエイ。ありがとう。今久しぶりにさうまい棒食べたんだけれどもさあれだね、矯正器具にすんごい今すんごいわ今あれ怖い。口の中歯を見せるの大丈夫そう。怖い。確認できないからさ、あと1分になっちゃった。もうはい、ということでですね、なんかもうそんなこともなんかちょっとなんか今日活動復帰ねさせていただいて、なんかもう本当に普通になんだろう、もう今普通になんか配信させていただいてなんかまあお話とかもたくさんあったんですけど、すごくなんか戻ってきたなって感じがして楽しかったです。本当にありがとうございました。ということで、もう終わっちゃうね。終わります。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。明日5時半から30分まずやりますありがとうございましたまた明日。